気をつけて降りてください。東園メトロの乗客たちが一人ずつ降りていきます。大きなリュックを背負い、ジャケットを羽織り、真っ暗なレールの上を歩いていきます。左右両側、足元も真っ暗です。長い髪は風にあおられていました。多くの人がキャリーバッグを持っていた。ひどい。林口では深層まで何に乗り換えればいいのかわからなかった。家まで帰る道が遠いだけではなく、中には飛行機に乗れないと不安になっている人もいました。 大きに乗れなくなくる今急いで対応しています車掌は車内を行ったり来たりしていました乗客は列車が真相恩賜集で止まった後運転士から降りて線路を歩くよう指示があり A6 の駅まで歩いた大きな荷物は持っていくことができず東園メトロの対応能力不足に疑問を抱いたと話していますアナウンスはあった調整の問題で列車が遅れると大体2 3 0分くらい待った 東円メトロの説明では16日夜8時43分 A1 台北駅から A11 高校駅まで第3レールで電力異常が発生それと同時に A5 台山駅でも変電所の消火システムの薬剤が噴射スタッフによる緊急返還後電力は復旧したものの A1 から A7 駅までは一時運休にそして夜9時49分に全電源復旧後ダイヤの調整を行ったということです 今回の異常発生によりおよそ1000人に影響が出ており564人がチケットの払い戻し120人がレールを歩いて避難しました一人の車椅子の乗客には運転士が車内に留まり一緒に電力の回復を待ちました東園メトロは影響を受けた乗客に対しチケットやカードを持参すれば7日以内なら払い戻し可能でもし T パス定期券を利用している場合はチケット1枚分を保証するとしています